ロックチャンネル。はい、ノンプチャンネルです。よろしくお願いします。今日は掃除機を買いましたので、そちらの開封をしていきたいと思います。掃除機ですね、ちょっと古くなりましたんで、サイクロン掃除機をですね、購入してみました。はい、こちらです。妄想の D600 手持ち型サイクロン掃除機ということで、メイドインチャイナということで、若干心配しておりますが、一応レビューの方では評価が高かったので、こちらの方を購入してみました。値段の方は6000円弱、非常に安いです。はい、まあいずれ壊れるんでね、6000円ぐらいならいいかなということで購入してみました。ということで早速開けていきたいと思います。はい、開封の間にスペックのご紹介を若干したいと思います。本体重量は 1.7kg、 結構軽めです。片手でも軽々持ち上げられる重さになっております。伸縮のノズルがついておりますので、床掃除の時に伸ばして使ってもよし、短くしてハンディで使ったりもできます。ヘッドが2種類ついておりますので、こちら選べるようになっております。パワーの方は 600W、 吸引力が 17,000 パスカル、単位の方は、ググって調べてみてください。コードの方は 5m ついておりますので、結構広範囲で使うことができます。三重のサイクロンになっているので、結構な吸引力があります。価格の方も Amazon の方で購入で6000弱となっておりました。値段の割には非常によくできた掃除機ではないかと思います。あと壁掛け用の、これがこうねネジがあるんで、これでアンカーで打ち込んでつける、ここに穴があるので、こういう形でしょうかね。どう刺さるんですかね。あ、こうだ、こうですね、こうガチャッとなりました。ここのくぼみですね、くぼみあるんですけども、これは意味がないです。ただの飾りです。まあなくてもね、置いてちゃんと置けるようにしたらなってますんでね、いけると思います。こちらですね、また後日使用してみてレビューの方をしてみたいと思います。はい、1ヶ月使ってみましたが、非常に軽く、コードも長いのでフットワークよく掃除することができます。 1.7kg ですから、2kg のね、ダンベルのことを思えばそんなに重くない重量なので、天井まで軽々持ち上げることができます。一つ難点と言いますと、ゴミの処理でしょうか。大きなゴミはポイッと捨てられるんですが、ハウスダストのような細かい塵が本体のダストボックスの中の細かい溝に入り込んで、これがうまく取ることができません。ちょっとね、工夫はしてるんですけれども、もうちょっと研究の余地があるかと思います。値段相応の構造なのかなというふうにも思います。実はこれ2台目でして、1台目の方はノズルの根元で折れてしまいました。これはですね、布団を掃除しようと思った時にちょっと力を入れすぎてボキッといってしまいました。1.7kg という重量を実現するために、強度の方は、まあ、仕方ないのかなというふうに思います。これは私の使い方の問題なので欠陥ではございません。ノップチャンネル。今日は妄想という会社の D600 というサイクロン掃除機の開封動画になりました。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。